次に大浜洋介議員の質問を許可します。大浜議員。はい、以上。一般質問の機会をいただきましてありがとうございます。通告に従って順次質問をさせていただきます。1、人事評価制度についてお伺いします。人事評価制度については公平性、納得性及び透明性などを向上させるといった観点が非常に重要で、それらを高めていくために常に課題を発見し見直しを行っていくということが重要であると考えます。そのような観点を踏まえると人事評価制度は職員の人材育成とともに職員のやる気を引き出すものですから、適宜さまざまな視点で見直しを行っていると思います。そこで近年の見直し内容についてお伺いをいたします。次に2、公立保育所における保育計画等の ICT システムによる管理の推進についてお聞きをいたします。私から先の決算特別委員会において公立保育所の保育 ICT システムについてその機能をさらに高めるとともに端末の配備を十分に行い保護者の利便性向上や保育現場の負担軽減につなげるよう求めさせていただきました。そこで、まずは現在の公立保育所においては保育計画の作成や管理をどのようにされているのかお聞きをいたします。次に3、未就園児とその保護者への支援についてお聞きします。保育園や幼稚園に通っていない未就園児がいるご家庭は子どもとずっと一緒にいることから社会とのつながりが希薄になりやすいと言われており、また精神的な負担や子育ての悩み、不安を感じている割合も高いと言われています。このような未就園児の家庭を対象としたサービスの一つに気軽に利用することができ、また保護者の皆さんの相談や同じ世代のお子さんがいる家庭と交流することができる地域子育て支援拠点がありますが、私はこの地域子育て支援拠点が担う役割は大きなものであると考えます。そこで地域子育て支援拠点は現在本市にいくつ設置されているのか、またその配置についてはどのようになっているのかをお伺いします。次に4、子育て世帯への時間的支援についてお聞きをします。子育てをされながら働く方々が年々増加する中、男女がともにライフイベントとキャリアを両立させるためには行政による子育てに関するさらなる支援が必要不可欠であると私は考えます。そこで先の特別決算特別委員会においてファミリーサポートセンターについてお聞きをしたところ、コロナ禍においても依頼する会員は年々増加しているものの、サポートする提供会員の登録数は横ばいになっているという状況をお聞かせいただきました。今後サポートを受けられないといった状況とならないよう要望させていただきましたが、近年で実際サポートを希望されているにもかかわらず、サポートを受けることができなかった事案は、発生していないのかをお尋ねします。次に5、教育データの利活用についてお伺いします。令和5年11月2日に閣議決定されましたデフレ完全脱却のための総合経済対策では、デジタル行財政改革の方針に沿って業務やネットワーク、システムを改善し業務の効率化と質の向上につなげることが示されました。教育の分野においてはデジタル教育の実効性を高めるため学習履歴等の教育データを利活用を進めることが改めて示されました。文部科学省では教育 DX を支える基盤的ツールの整備活用事業として教育データの利活用を一層進める方針です。本市におきましても1人1台端末が令和2年度に整備され、クラウドをベースに教育活動を展開していると伺っております。また令和7年度の端末更新に向けて意見聴取会等でも、議論も進められて、いると聞いておりますが、教育データの利活用の状況についてお伺いします。次に6、学校の働き方改革についてお聞きをします。少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少による人手不足を背景に、国においては令和2年に働き方改革関連法案が施行となり、国を挙げての働き方改革が行われています。市長の所信表明でも学校の働き方改革の推進が挙げられており、先日は総合教育会議においても議題に取り上げられ、全庁一丸となって進めるべき課題であるとの方向性が示されたと聞いております。今年度は教育委員会として笑顔の学校プロジェクトの取り組みを進めておられますが、学校の働き方改革についてこれまでの具体的な取り組み内容や成果についてお伺いします。以上で1回目の質問を終わります。藤原総務部長。
1、人事評価制度についてお答えをいたします。人事評価制度における近年の見直し内容につきましては、令和3年度から係長以下の職員について、積極的な行動や努力、研鑽を評価し、職員のやる気、意欲の向上につなげ、組織の活性化を図る観点から、人事評価における各種着眼点の項目では、図れない顕著な行動が見られた職員に対しまして、プラスアルファの評価ができる制度を導入をいたしております。また、同年度から職員一人一人の特性や評価結果に応じ、適切で効果的な指導・育成を実施できるよう、3段階としていた評価区分を細分化し、4段階とすることで制度の充実を図ってきたところでございます。乾口子ども未来部長。次に2、公立保育所における保育計画等のICT システムによる管理の推進についてお答えいたします。現在公立保育所では子どもたちの年間計画や月間計画また週間計画などの保育計画を作成し子どもたちの成長のための見通しを立てておりますがこれらにつきましては町内ネットワークの共有ドライブ内にてエクセルデータで作成したものを管理運用しております。次に3、未就園児とその保護者への支援についてお答えいたします。地域子育て支援拠点につきましては現在13箇所設置しておりまして本市を4つのエリアに分類した際北部に3箇所、中部に4箇所、南部に3箇所、東部に3箇所と各エリアにおおむね均等に配置することができております。次に4、子育て世帯への時間的支援についてお答えいたします。ファミリーサポートセンター事業につきましてはその支援を依頼される場合には事前の登録が必要となりますが当センターにおいて依頼された方への丁寧な聞き取りを行うとともに提供会員との丁寧なマッチングを行うことでこれまでサポートができてなかったといった事案は発生しておりません。新保学校教育部長。次に5、教育データの利活用についてお答えします。本市では小中学校で導入しているデジタルドリルや学習支援ソフトについて児童生徒の学習進度や学習状況が数値やグラフで一覧表示されるいわゆるダッシュボードの機能を有したシステム学びポケットを今年度より活用しています。このシステムを活用することで子どもたちは学習状況を振り返りながら自分自身の弱点や課題を発見し次の学習に生かすことができます。また教職員はクラス全体の学習状況を把握したり児童生徒一人一人の学習の進捗を確認したりすることができます。このような教育データの収集分析により教職員は児童生徒の学習履歴や理解度を参考に一人一人に最適な学習支援や教職員自身の授業改善に生かしています。続きまして6、学校の働き方改革についてお答えします。本市の学校の働き方改革に関する取り組みとしては教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の制定、電話対応時間の協力依頼の発出、部活動ガイドラインの策定、小学校における水泳事業の民間活用や放課後オープンスクエアなどの取り組みに加え令和2年度から業務改善推進校10校とともに学校の主体性を大切にした取り組みを推進してまいりました。この3年間の取り組みにより時間外勤務時間の縮減、働き方の意識改革や組織改革の推進、業務改善の好事例の市内小中学校への展開と一定の成果を得られ文部科学省の事例集にも取り上げられ多くの自治体から視察を受けております。今年度は笑顔の学校プロジェクトとして参加校を21校に広げています。学校の主体的な取り組みを教育委員会が伴走支援していくスタイルを取り新たな企画として視察に来られた他市の方とプロジェクト参加校が交流する場面を作ると前向きに取り組んでいます。推進校の中にはストレッチチェックの仕事や生活の満足度が全国平均と比較し高い結果につながっている学校もあります。大浜議員。はい、以上。それぞれご答弁ありがとうございます。それでは2回目以降の質問要望に移ります。まず人事評価制度について2回目の質問をさせていただきます。
人事評価制度における近年の見直し内容については理解をいたしました。確かに市役所の業務は多岐にわたるため、人事評価における各種着眼点の項目だけでは測れない部分が多々あると思います。そういったことを踏まえますと、先ほどのご答弁にあったプラスアルファ評価は良い制度であり、評価項目では測れない部分を評価するといった点は、職員のやる気を引き出す上で一定有効だと考えます。そこで具体的にどういった行動がプラスアルファ評価に該当し、またその内容について周知を図っているのかお伺いします。藤原部長。プラスアルファ評価の対象となった行動につきましては一例にはなりますけれども、業務の DX 化の推進に積極的に取り組み、業務の適正化及び効率化を図り、それを部署内に展開したことによりまして、時間外勤務の削減に大いに貢献したものや、急遽実施する必要性が生じた突発的な事業について通常業務をこなしながら関係課や事業者とヒアリングや調整を適切に重ね、迅速かつ円滑に実施につなげたものなどがございました。また対象となった具体的な行動につきましては現在周知等は行っておりませんが、今後職員のやる気意欲のさらなる向上につなげていくためにも、過去の実績等を職員へ周知していくことは効果的であると考えますことから実施してまいります。大浜議員。はい、プラスアルファの、プラスアルファ評価の内容について、周知を行っていただくということで、ぜひともお願いをいたします。そもそも人事評価制度は人材育成基本方針にのっとり作られているものと理解いたしますが、評価する側はもちろんのこと、評価される側も制度の趣旨や内容を熟知することが重要です。評価制度の中身を確認いたしますと、一般職係員では業務の遂行に対する評価がメインであり、管理職、監督職になると当たり前ですが、判断、推進、企画、指示などの要素が中心となります。私の感覚では判断や指示と職務の遂行、これの間には大きな壁があり、評価に暗黙知が生まれるのではないかと感じています。ご答弁の内容から言うと、その溝を埋める役割をプラスアルファ評価が一定になってきている部分もあるのではないでしょうか。また評価項目では倫理性や責任感、業務処理など多岐にわたる項目が挙げられており、至極当然の内容からチャレンジをしてクリアを目指すものまであります。それらが同じウェイトで評価をされることで、より高い評価を受けるべき職員の方が埋もれてしまうという恐れがあるように感じています。例えば評価シート上に一般職の方には職務の遂行だけではなく指示や方針の理解度を組み込むことや、評価項目の採点にウェイトをつけるなど行い、将来キャリアを見据えたアプローチを行うことや、目指すべき職員像が見えるように創意工夫はできないでしょうか。将来の枚方市を牽引する優秀な人材、つまり評価されるべき職員がはっきりと分かる制度を目指すべきだと考えます。人事評価制度が常に発展していくためには、さまざまな視点で常に見直しをしていくことが重要だと考えますので、現状分析だけでなく他市の人事評価制度も調査研究し、優れた取り組みは積極的に取り入れていただくよう要望しておきます。次に、公立保育所における保育計画等の ICT システムによる管理の推進について2回目の質問をさせていただきます。現在公立保育所における保育計画については電子データとして庁内ネットワーク上の共有ドライブの中で管理運用されているとのことですが、これについてはパソコンで入力する必要があり、保育中やその隙間に作業することは難しいのではないでしょうか。しかしながら保育 ICT システムでは保育計画をタブレット端末にて管理運用ができるとお聞きしており、また私が調査した中ではあるメーカーのシステムにおいては保育計画の作成などについて保育士の負担を極力減らすことができることも分かっています。そこで現在本市において使用されている保育 ICT システムには保育計画を作成する機能やそれを管理する機能はあるのでしょうか。またそういった機能があるのであれば、管理する手法としてこの保育 ICT システムと庁内の共有ドライブにおいて二元的に管理するのではなく、保育 ICT システムにて一元的に管理する方がより効率的だと考えますが、いかがでしょうか。犬井口子ども未来部長。現在公立保育所等において使用しております保育 ICT システムにおきましては、オプション機能として帳票管理機能や保育計画、保育日誌等の作成機能もございますが、その必要性につきましては引き続き検討してまいります。大浜議員。オプション機能の追加により
保育計画等が保育 ICT システム上で一元的に管理することは、保育士の皆さんだけではなく、子どもたち、保護者の皆様にとっても有益なことではないかと考えますので、ぜひともよろしくお願いいたします。従来から使用している登校園管理の、機能と合わせ、膨大なデータをエビデンスとして活用することで、個別最適の質の高い保育サービスの実現ができる、できることや、保育者が作業に追われていた時間の分、園内や保護者とのコミュニケーションの時間を生み出すなどに活用できるのではないかと期待をしています。保育の2025年問題と言われるように、近い将来、保育園すら淘汰をされる時代が訪れます。そうしたときに子どもを預ける保護者の皆様が、枚方市の保育の質が高く、預けたいと選んでもらえるように、そしてそこで働く保育士の皆様が、働きやすく理想の保育が実現できる、やりがいのある職場だと感じ、選び続けてもらえるように検討をお願いいたします。加えて、それを扱うためのタブレット端末やパソコン等が各職員に行き渡っていなければ、十分にその性能を発揮することはできません。改めて職員一人一人に端末配備についしていただきたいと要望させていただきます。次に未就園児と保護者への支援について2回目の質問をいたします。先ほどのご答弁で、本市における地域子育て支援拠点の設置状況については理解いたしましたが、地域子育て支援拠点がいつでも気軽に通うことができる施設であることを踏まえますと、現在の13箇所ではまだまだ少ないのではないでしょうか。また地域子育て支援拠点に申し込んだが、利用したい日に利用することができなかった、家の近くにそういった施設がないということから、駐車場がある大きな施設まで時間をかけて車で通っているといった声もお聞きをいたします。そこで本市における地域子育て支援、地域子育て支援拠点の設置数についてどのようにお考えになっているのか、改めて、お聞かせください。犬井口子ども未来部長。地域子育て支援拠点の設置数につきましては、平成21年7月に策定いたしました枚方市保育ビジョンにおきまして16箇所を目指すこととしており、また地域子育て支援拠点の重要性につきましても認識しておりますことから、引き続きその増設に向けて取り組んでまいります。大浜議員。最後に要望ですが、未就園児家庭は人知れず孤独な子育てに陥りやすく、24時間小さな子どもと過ごすことでストレスがかかり、虐待リスクも高まると言われています。そういった中で、もし週に1日だけでも地域子育て支援拠点などのサービスを利用することができれば、専門的な知識を持った保育士の皆さんが家庭内のリスクや異変をいち早く察知、サポートにつなげられるかもしれません。どうか未就園児やその保護者の皆さんを対象とした施設やサービスをさらに充実させていただき、誰もが安心して楽しく子育てができる町となるよう、しっかりと取り組んでいただきますよう要望しておきます。また先ほど設置されているエリアについてご答弁がありましたが、大きなエリア別で見ると均等に配置されているかもしれませんが、私が住んでいる枚方公園駅のエリアにはそういった施設がないように思います。そこで担当課にお聞きしたところ、現在枚方公園青少年センターを所管されている子ども未来部において、1階のサンパークの跡地を子どもの施設として利用することを検討されているとお聞きをしております。こちらにつきましても、地域の声をしっかりと聞いていただきながらも検討を進めて行っていただきたいと重ねて要望しておきます。次に子育て世帯への時間的支援について2回目の質問をさせていただきます。私が危惧しておりました、サポートを希望しているにもかかわらずサポートを受けることができないといった状況は現段階では発生していないということで安心をいたしました。一方、ファミリーサポートセンター事業で市民の皆様が望まれるサービスを行政はしっかりと提供できているんでしょうか。第2期枚方市子ども子育て支援事業計画策定の際の子育て世帯の保護者を対象としたアンケート結果のうち、就学前時及び就学時の保護者の自分自身に関する子育ての悩みで多かったものは、仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が十分に取れないことと出費がかさむこととの結果が出ています。本市においては市独自の第2子以降の保育料無償化など経済的支援は徐々に進んできていると思いますが、時間的支援については実体験からもまだまだ足りていないと感じています。同事業はまさにここにキャッチアップできるものかと思いますが、それでも時間を生み出すためではなく隙間を埋めるという性格は強い事業ではないでしょうか。
このような中、子育てをしながら就業している方への時間的支援策として、子どもの食事の準備などを行う家事支援等は非常に有効であり、またそのニーズもあると考えますが、これらの内容はファミリーサポートセンター事業に含まれているのでしょうか、お聞きをします。犬井口子ども未来部長。ファミリーサポートセンター事業につきましては、国の補助金を活用して実施していることもございまして、実施要項上、依頼内容につきましては、子どもの預かりや保育施設等への送迎に限定されており、議員お示しの家事支援等につきましては、サービスの対象に含まれていないのが現状でございます。大浜議員。子育てについては、男女関係はありませんが、実態としては育児や家事の負担については、残念ながら女性側にその負担がかかっているケースが多いのが現状です。また少し違った観点のお話ですが、内閣府男女共同参画局の調査によると、女性の就業率は年々上昇しており、就業継続に関する意識も大きく変化をしています。一例ですが、25歳から34歳、女性の就業率は20年前と比較をすると20ポイントも上がっています。また同調査では、子どもができてもずっと職業を続ける方が良いと考えている割合も男女ともに増加傾向です。特に女性については20代の約6割、30代の約7割がそのように考えているとのことです。一方、子どもが大きくなったら再び職業を持つ方が良いと考える割合は減少傾向です。つまり子育て世帯への支援については、仕事との両立というキーワードは極めて重要だと考えます。先ほどの本市のアンケートや国の調査結果などからも分かるように、女性の仕事を継続させたいという意識は高まっているものの、実際の両立については大きなギャップがあります。子育てを理由にキャリアを諦めなくてはならないというのは、社会的に大きな課題だと考えます。子育てをされながら働いている方にとって、普段の生活の中で1時間から2時間のゆとりがあれば、自分への時間が生まれ、子どもとの向き合い方も変わり、ライフイベントにおいても、キャリア形成においてもさらに充実したものになるのではないでしょうか。そういった中において、相互援助がベースであるファミリーサポートセンター事業は有意義なものだとは考えますが、やはり育児の隙間を埋めてくれるという特性が強いように感じます。新たな子育て世帯への支援策として、民間企業のノウハウを活用した家事支援や育児支援も今後検討すべきではないでしょうか。他市ではこういった事業を行政と民間企業が連携し、新たな子育て支援として実施されているともお聞きしておりますので、ぜひとも他市事例等も参考にされながら、さらなる子育てしやすい環境の整備をお願いいたします。次に教育データの利活用について2回目の質問です。ご説明になった本市でも、いわゆるダッシュボードに表示される教育データを活用して、児童・生徒への学習支援や授業改善に取り組まれているとのことは理解をいたしました。今後は教職員の経験だけではなく、客観的な数値も参考に、一人一人に適切なアセスメントが必要だと感じています。市として教育データの利活用を今後進めるにあたっての課題についてお伺いします。新報学校教育部長。議員ご指摘のとおり、本市においても子ども見守りシステムの情報と児童生徒の学習履歴の関連も含め、今ある複数のデータを経験や勘だけに頼ることなく、適切に分析することが必要だと考えています。また、教育データを活用するにあたっては、データがクラウドに保存されていることが前提のため、セキュリティ対策が大変重要であることから、本市独自で運用しているサーバーに保存しているデータのうち、クラウドで保存するものや、そうでないものの整理、それに伴うセキュリティポリシー改定についても併せて検討してまいります。教育データの利活用については、国においても検討されており、国の財源措置の動向も含め、注視しつつ検討していきたいと考えています。大浜議員。教育データ利活用の課題について理解をいたしました。ギガスクール構想にて、一人一台端末が整備されたことにより、児童・生徒一人一人が個別最適に学べる環境が整いました。児童・生徒の学習履歴を統合的に、把握できる環境構築に引き続き取り組んでいただくとともに、早期にダッシュボードの活用や取り組みを進めるようお願いいたします。教育データ利活用については、あくまでもアシスト的位置づけだと考えます。教員にとっては、個別最適な学習支援や授業の改善を実現するため、
また子どもたちにとっては自身の特性の理解を進めていくための役割だと考えます。要は何のために導入を行うのかというゴール、コンセプトが重要ではないでしょうか。また本誌においては学校現場だけではなく未就学施設の場などでも情報蓄積がされており、必要に応じて、引き継ぎなど行われていると思いますが、現状ではその情報の収集蓄積とはバラバラに行われています。こうした情報については一元管理を行い、経年変化などを分析することで相乗効果も狙えるのではないでしょうか。他市では子どもたちが実社会を主体的に生きていくために必要な力を伸ばしていけるよう、大学等の研究機関とともに出生から、子どもの状態、情報を蓄積することでエビデンスに基づいた個別最適な保育や教育の提供につなげようとする研究を進め出しているという例もございます。ぜひとも他市事例などのリサーチをしながら、エビデンスに基づいた質の高い教育につなげられるようお願いをいたします。加えてこれらを実現するためには、セキュリティポリシーの改定は必須です。ぜひ町内全体で足並みを揃えて、前向きに進めていただけるようと、要望いたします。次に、学校の働き方改革について2回目の質問です。これまでの取り組みや成果については分かりました。9月の教育子育て委員協議会の中で、教員の人材確保が喫緊の課題であることが取り上げられましたが、教員にとって働きやすい職場になることは、枚方市のイメージ戦略の一つになるものだと思います。現在、働き方改革の中で、教員業務支援員の配置が効果的だという声を学校現場からも聞く一方で、学校の繁忙期である年度末と年度初めに配置されるとより良いという声も聞いております。教員業務支援員の配置時期はどのように決定されているのかお伺いします。新保学校教育部長。現在本市においては働き方改革に対し主体性を大切に進めていることから、プロジェクトの参加校は立候補制を取っています。学校体制が決定し、立候補に向けて学校が動き出す時期とともに、国府の補助金の確定時期も踏まえて、現時点では5月廃止となっております。大浜議員。枚方市が教育子育てに魅力がある町であることを多方面にアピールできるように、今ある課題について前向きに改善を図る必要があります。教員がその職でしかできない仕事に集中できる環境を整えることは、今の学校現場にとって極めて重要です。一方、現場が主体的に取り組む今のスタイルはいい取り組みだと思います。実際他市からもその取り組みが注目されている例もございます。ぜひこれらの成果を発信していただき、新たに参加をされたいと思う学校が増えることを期待いたします。これまで立候補制での取り組みにより成果を得ているため、まずは教員業務支援員の全校配置を要望いたします。またその中で、年度末および年度当初の繁忙期における業務支援を含めた現場のニーズに合うより良い運用方法についても今後検討をお願いいたします。以上をもって私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。これにて大浜洋介議員の質問を終結いたします。